クリスチャンの寄り道をお聞きの皆さんこんにちは今日は悲しみが喜びに変わった話というテーマでお話をさせていただきたいと思いますこれは娘が小学生になる直前の時の話ですまっすぐ小学生になるということで学校の道具などいろいろ買い揃えなければならないものがたくさんありましたまたそれまでは幼稚園に通っていて朝はありとゆっくりの気象で良かったのですが 小学生になったらそうはいきません。朝は今までより1時間以上早く起きて学校に行くことになります。娘もそのことに多少のプレッシャーを感じていたようで、目覚まし時計が欲しいと言っていました。実は目覚まし時計が9時に9時で当たってただでもらったものがあったのですが、それをもらった直後、なんと私は床に落っことしてしまったのです。 その結果目覚ましの針を時間に合わせるつまみの部分が動かせなくなってしまい目覚まし時計としての役割を全くはた果たさなくなってしまい使い物にならなくなってしまいました娘はせっかくもらったのに使えないとがっくりし悲しくて涙目になっていました新しいのをこの際買おうかなと思ったのですが娘が欲しがるような可愛い目覚まし時計は結構お値段が高かったのです 小学校入学前の保護者会で小、小学校入学前までに買い揃えておくべきものや、入学したら購入するもののリストを渡されましたが、見てみると結構お金がかかることが分かりました。経済的な事柄から優先順位的に目覚まし時計を諦めようと思いました。私はその時、神様に感謝してお祈りしました。 せっかくただでくじで当たった目覚まし時計を壊してしまったことを感謝します。いろいろ買わなければならないものがあって、娘が欲しがるような可愛い目覚まし時計を買う余裕がないことも感謝します。聖書にはすべてのことについて感謝しなさいとあります。良いと思えることも悪いと思えることもすべてを感謝するようにと聖書は言っています。なぜ悪いと思えることも感謝するのかというと。 その悪いと思えることの後ろにも神様の素晴らしい計画があると聖書は言っているからです。また聖書にはこうあります。求めなさい、そうすれば与えられます。私はその聖書の御言葉を思い出し、そうだ、神様に祈って求めれば与えられるかもしれないと思わされ、神様にお祈りすることにしました。神様は必要なすべてが支えられ、与えられますようにしてください。 娘が気に入る目覚まし時計が与えられますようにとお祈りしたのですするとその祈りを祈った次の日教会に行った時にある方が声をかけてきてくださり目覚まし時計が余っているので娘さんにどうぞと言ってくださったのですもちろん私は誰にも目覚まし時計が与えられるように求めていますなんて話していませんでしたから祈った次の日に目覚まし時計が与えられて本当にびっくりしました 神様は私の祈りを聞いてくださっており、目覚まし時計が必要なことをちゃんとしてくださっていて、祈りに応えてくださったんだと本当に嬉しくなりました。娘も祈った次の日に祈りが応えられたのを見て、神様すごいねととてもびっくりして大喜びしていました。いただいた鳩の可愛い目覚まし時計は、時間になると鳩が鳴いてお知らせしてくれる可愛い目覚まし時計で。 娘もとても気に入り小学生になってからは毎日その目覚まし時計で朝起きて学校に元気に出かけていっていました。神様は祈りに応えてくださり最善のものを与えてくださるということをこのことを通して体験させてくださり悲しんでいた娘を喜びの笑顔に変えてくださったのです。祈りに応えてくださった神様に本当に感謝します。今日は聞いてくださりありがとうございました。